ドラゴンボールや忍たま乱太郎など国民的アニメの裏話もたっぷりお届け。まずはベジータの声が生まれたのは重力室での訓練するシーン。 あそこか。まあ自己トレしてるわけですよ、はいはい、加圧ルームというのかな、はいはい、強敵と戦うために、そう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 、あの自らを鍛えるためにブルマが作ったやつですよね。その時に、うん、でこうなんかそうカプセルコーポレーション、はい、コーポレーション、我が妻の、はい、でこう腕立てをする時にですね、はい、やっぱりこう息遣いも変わってくるし、うん、あのってこう力むというか、はい、ね、あの普通の本ゼリフよりもそっちの方がすごく大事かなと思って、うん、はい、その時によし俺は絶対何があっても宇宙一の男になるんだっていう風にやりながらね自分でもそう感じて、はい、うん、これはやっぱりこのラインでいくんだって思って、その時初めてそのベジータというのを自分で意識した、はい、こういう方向なんだな、俺絶対負けちゃいけないんだ、逃げちゃいけないんだ、それまで結構別に暗中模索ってわけじゃないんだけれど、うん、どういう形で作っていけばいいのかなって、もう最初こんなに長く僕出られるとは思ってなかったんで、そうか、いや重要人物ですよベジータは、ね、そのあたりからですかね、じゃあこの方向性で行くのかなというふうに思ったんで、だからまあそういうことで言えばベジータというかその役のベーシックができたのが僕の中でねそのシーンだったのかななんて自分ではそういう気が、ベジータはやっぱ情熱感じるよね、演技になんかすっごい感じ、いや僕一番好きなキャラですもん、ベジータ俺も好きっす、ドラゴンボールの中で悟空より俺ベジータっすね、なんかそうなんですよ、だからなんていうのベジータの役を当ててるっていう気持ちは全然なくて、 あれ俺だから、あ、自分のアフレコだと思ってやってるから、もう一体化しちゃってるんですね、そうそうそう、だからそうしないとなんか僕気持ちが乗らないのよ、はい、あのスーパーサイヤ人になった時とかすごかったですよね、ベジータの覚醒が、ああそう、あの時やっぱりもう自らもスーパーサイヤ人に、いやいやもうそう自分で信じないとできない、うん、色確認しました髪の毛、まあまあ、でもその時あの色確認できないから、色なんもない、さらに悟空、ベジータという永遠のライバル役を演じ合っている野沢雅子さんとも忘れられないエピソードがあるようで、フュージョンって言って、まあ、合体するのがあるんですよ、はいはい、でフュージョンかって言ってポーズやってやるんだけど、はいはい、まあ今は一緒には合わせられないけど、当時本当にもう何十年前の話ですけれど、はい、収録をしてた時に本当にお互いに、気配を感じ合いながら雰囲気を汲み取りながらフュージョンハッっていうのをユニゾンで2人で何の打ち合わせもしないんですけれど、はい、ぴったり合ったっていうのが、それができたのが、すげえなんでってバレながらというか、ちょっとその時はあの僕は鳥肌立ちました、だから真子さんの空気を読みながら感じながらやるという、うん、そこの呼吸がピタッとあった時になんて気持ちいいんだ、うわすごいな、それ超裏話ですねこれ、ね、前あの野沢さんからちょっと聞いたことあるんですけど、うん、あの野沢さんもあの感情移入しすぎて、うん、例えばなんかその悪者が、うん、あの自分の仲間を襲ってる時とかに、うんうんうん、あのアフレコの回ってない時にも、うん、あんたなんでそんなひどいことすんのよって必ず言う、そうですよね、だから僕も言われましたもん、だから言われたよーくんひどい、なんでこんなことすんのいや別に俺がやってんじゃないですよ、役でやってるんだからね、はいはい、真子さん俺がやってるわけじゃないんですよひどいったらもう亮君ったらでも亮さんもう俺がベジータだってさっき言っちゃってましたから、言ってたよね、もう言ってた言ってた、こっから先はもう言われてもしょうがないそれはもう持って名すべしもしょうがないと、もうそういうことかな、続いては一流最低優さんによる忍たま乱太郎の裏話、今年で放送30年目突入、忍たま乱太郎3人組のキャラクターはまさに担当声優そのまんま、はい、本当に3人のキャラっていうのがもう、はい、南ちゃんは本当にちゃんとしっかりしてて、うん、まあ、落第忍者乱太郎って言うんですけど、とってもきっちりすごくみんなの面倒を見てくれるんですね、うん、はい、でまあ真由美ちゃんはすごいワンピースだとねやっぱり座長だから、はい、バリバリにやんなきゃいけないじゃないですか、はい、でも忍たまだとやっぱりみなみちゃんがものすごくしっかりしているので、うん、みんな私も真由美ちゃんもすっかり頼っちゃって、うん、ねえねえあそこさっき見落としちゃったんだけどどうだっけとか、はい、何秒で出ればいいのみたいなのも、みんな教えてもらってありがとうって言いながら仲いいっすねじゃあ、でも私なんかもっと本当にしんべヱで歩く着ぐるみとみんなに言われてもう残念みたいな、もうそのままだよねって何にも作ってないよねって言われて何にも嬉しくないんですけど、もう
あの歌なんかね、3人がね全然キーも違うじゃないですか、はいはい、でよくまあ鼻歌みたいんでね、それこそ四方六方八方修理拳とかやるけど、うん、全然合わせないんだけど、まあ、みんな自分の勝手に歌いたいキーで歌うみたいな、はい、それでもなんとなくハーモニーができちゃう。またね2人はね歌がすごくうまいんですよ、私そういうとこもしんべえですごくがっかりしちゃうもう4回ぐらいボイトレの先生とこに行ったんですね、それで2人とも褒めてくれて、え今日すごいじゃんとか、もうさっきまで行ってきたんだよって言って、え今日すごいすごいって言ってそれでやったのに私だけ撮り直したってもうすごいがっかりしてすごい、もうそういう全部がなんか忍たまのエピソードそうです ね実写版忍たろう、実写版忍たまだよ本当に、本当にそうなの。大丈夫大丈夫しんべ、30年目もよろしくね、まんまでいこう。続いて堀内さんが90年代に大ヒットした海外ドラマフルハウスの吹き替え声優にまつわる裏話を聞かせてくれました。フルハウス声優で行った一度きりのサンフランシスコ、忘れられない飛行機事件。おフルハウス吹き替え声優さんがとっても豪華なんですよ、はい、ちょっとご覧ください。大塚芳忠さんに山寺さん、健優さん、大谷育恵さんに川田妙子さん、あと坂本千佳さん、はい、すごい、しかも実力派の皆さんですからね。そうだったんですね、はい、じゃあ先ほど あのサンフランシスコへの旅というのはどういうお話なんですか、はい、いいんですかね言っちゃって。あらお願いしますよ、ドキドキする。いいんですか。あの当時だから29年前始まってこう結構もうその頃にすでにみんな忙しかったんですよ、はいはい、ただせっかく舞台がサンフランシスコならみんなでサンフランシスコ行こうじゃないかと、ね、あのでもまあみんなスケジュール取れないだろうっていう話になって、はい、正月だったら取れるんじゃないかって、うん、で、じゃあ正月スケジュール合わせてみんなで行こうよって、そしてもうスケジュールがもう観光から、ショーパブ行ったりローストビーフ食べたり、はい、びっしりですよ。それで帰りの飛行機になりました、はいはい、やっぱり誰がでって言っちゃいけないんですけど、はい、まあ、ちょっとハードスケジュールがたたったんでしょうね、はい、まあまずはちょっと不整脈がちょっと起きちゃって、ここで大変だみたいな感じに一瞬なってしまって、はいはい、それ空の上ってことですか。そうですよ、そしたら今度もう一人、はい、うちらのチームが40度の熱が出ちゃった人、この、飛行機の中の通路に寝かしてもらったりした、はいはいはい、でやばいよやばいよって言いながら、今度はなんと、はい、俺の耳が痛くなってきて、耳抜きができなくなっちゃったのねそのぐらい我慢してくださいよ。いやちょっと40度の不整脈40度耳抜き弱いですそして山ちゃんの横で、ケンさん耳抜きってのはよ、俺が鼻を押さえてやるから思いっきりやるまで抜けるんだよって、はい、そうなのって言って、じゃあ頼むよって言って、うーうーって言ったらもうすっごい痛いわけ、助けてみたいな感じになって、はい、その次の日俺ね人生で一番静かな朝がやってきたわけ。おー、はいはい、パッて目を開けたらテレビはついてる、女房の口は動いてる、はい、聞こえないんだよ耳が、すごい事故でしょ。ほら結構あの耳抜きが結構上がってきたでしょ。耳抜き大事ですよ。もう確かに大事故。それですぐ病院行った。はい。だから先生が航空性中耳炎ってやつですね。あ、航空性。飛行機の。そう。してあなたさって先生が無理な耳抜きをやっただろうっていうのね。あ、そこに繋がってくる。それが一番いけないんですよ。山ちゃんの顔がガーッて。あの山ちゃんの優しさがさ、はいはい、いや山ちゃんを憎んでるわけでも何でもないこれまあ事なきを得たんだけど、飛行機に乗る時はハードなじゃなくてしっかりと睡眠をとって、ね、体力を温存しながら乗らなきゃダメだってことを、はい、あの番組とともに思い知りました、